はい、皆さんこんにちは、米国カリフォルニアの9月21日、木曜日でございます。皆様いかが過ごしたか。今日もアバン市カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。こちらレキスでございます。どうぞ付き合いくださいませ。さて皆さん、ゲームは今日終わりまして、残念ながら1点差でエンジェルスは負けました。大谷さんの情報がいろいろな、やっぱりね、肘に関する情報がいっぱい来ておりますので、今日はですね、日本から日本の新聞からね、伐採したと思うんですけど、あのスマイルさんがですね、送っていただいた情報なんですけど、それを皆様にお送りしたいと思うんですけど、まあどっちかというとですね、まあこれがあの右肘ですね、ピッチングする肘ですね。で、前にあの前回に損傷した箇所はここだそうです。そして今回はこちらでございます。まあこの内容とかいろいろ情報もですね、皆様に送っていきますので、ちょっとあのそちらのまあね、聞いていただければありますので、よろしくお願いします。ですから今日はですね、まああのFA になるということで、大谷さんにはもうまあ全然問題ないですよと、うまくいきますよということ言い方とかですね、まあ大谷翔平はまああのすごい変なあの話した人がいるんですよ。また変な、大谷さんが言ってもめられない言葉ができないとか、わけのわからないこと言って、また問題になって、同じあの人のものね、取り上げなければいいんだよ。取り上げるからまたあの人もまたたまにあのいろいろ自分のね、あのその話をしたがる、まあそういう情報と、それからまああとはね、 MVP に関するものとかですね。そして、ネビン監督もね、あの水原一平からいろんな話を聞いて、まあなるほどということで、で今回はトミー・ジョン技術なんですけど、まあちょっと違いますよと。でね、日本から来たものはね、ちょっとね、あれでちょっと違うこと言ってるし、まあだからその辺も全部皆さんにね、明らかにしたいと思っております。だからやっぱりね、あのこのニューヨークメッツがね、やっぱり諦めないみたいですね。またもうあの MLB に女王が出てくるということは、自分はあのアナウンシングのサイクルの中で、あの我々はまだ大谷さんは欲しいですよと言ってるんですよね。まあということで、 MVP は2023年のね、このコーリー・シーガーがちょっとね、力つけてきてるので、まあちょっとこれもちょっと怖いんですけど、まあ多分もしかすると満場一じゃないかもしれないという言い方もしてるんですね。そしてネビンコーチがですね、このエンジェルス大谷さんに話がないできないんで、彼と一緒に話を聞いて、まあいろいろあれだと。でこれがあの大谷さん、どうもの大谷さんのスマイル顔なんだけど、ちょっとどっかがね、こう悲しみあれがあって、それこれがね、あのその前の時の技術時の、あの手術前の顔でね、今はもっともう爽やかな顔してると思うと、早く見たいものです。ということで、Ladies and Gentlemen, September 21st from California, Thursday, Mr. Shohei Ohtani, surgery is done.ということで、今度の末には出てくるという話でございます。じゃあこのニュースからちょっといきましょうか。はい、どうぞお願いします。はい、大谷翔平の FA 争奪戦本命の金光球団は動く？米記者が予想、たとえ彼がロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は右肘の肘内側側副靭帯 UCL の断裂により当分の間は登板できなくなった。それでも今季終了後にフリーエージェント FA になった場合、ニューヨークメッツが最高額オファーで獲得に乗り出すと米メディア SNY のジョン・ハーパー記者が予想した。大谷は今季投手として10勝を飾り、打者としてア・リーグ本塁打ランキングの首位を独走する44本のホームランを放つなど、かつてないほど好調なシーズンを送っていた。しかし右肘靭帯損傷により登板できなくなると、さらに右脇腹痛と故障が続き、16日、日本時間17日に10日間の負傷者リスト、IL 入りが発表されている。本調子に戻るのがいつになるのか不明だが、それでもメッツは同選手の獲得を検討しているようだ。ハーパー記者は、もし、日本のスーパースターがその気なら、
たとえ大谷が2024年に投げることがなくても、来季に全力投球しない可能性を示唆していたとしても、オーナーのスティーブ・コーエンが最高額のオファーを出すと、私が話をした野球関係者は皆、完全に予想している、と報じている。おー。結局は、ニューヨークヤンキーズはね、ニューヨークメッツがですね、諦めてないんですね。今まで話してると MLB には出てなかったんで、急に入ってきて、うちは大谷さん取るぞということをおっしゃってるんですけど、まあどうなるやらね、僕は大谷さんはね、ドジャーズに行くような気がいたしましてね、まあどうなる。はい、じゃあこれも行きましょうか。はい、お願いします。はい、どうぞ。大谷翔平は客席を埋められないし勝てない、米アンチ司会者の発言が物議米氏は朝から呆れていると嘆き、規格外の活躍を続けてきた二刀流スターへの思わぬ批判が物議を醸している、うん、話題となっているのは現地9月20日に米スポーツ専門局 ESPN の討論番組ファーストテイクに出演したコメンテーターのスティーブン・A・スミス氏の発言だ。何かと歯に衣着せぬ発言が物議を醸すスミス氏。大谷については以前にメジャーの顔になる選手が通訳を必要とするような人物なんてね、 MLB にとってマイナスと発言、これが差別的だと猛烈な批判を受け謝罪する事態に至っていた。そんなベテランコメンテーターだが一切懲りた様子はない。本当だよね。20日に放送された番組では現地19日に右肘の手術を受け、今季終了後に FA フリーエージェントとなる大谷について、彼が5億ドル約741億8000万円の契約を得るという議論はもう聞きたくない、2025年まで投げられない、フィールドで何ができるかということに見合った金額であるべきと断じこう続けた。エンゼルスは勝てないじゃないか、ドジャースのように勝っているチームにさえ5億ドルの選手などいない、この前大谷が登板している試合を見たが空席がたくさんあった、客席を埋められないし勝てない、私だったら彼に5億ドルなんて出さないよ、 FA 後は米球界史上最高額の契約締結がささやかれる大谷、右肘側副靭帯の損傷によって25年まで投げられないとはいえ、ポテンシャルを考えれば大型契約の可能性は大いにあると言っていい。しかし、あえて苦言を呈したスミス氏の言動は波紋を広げ、またしても炎上。批判的なコメントが相次いで寄せられている。米老舗スポーツ誌、スポーツイラステッドは、スティーブン・A・スミスが翔平・大谷について眉を吊り上げるような見解を述べ、MLB ファンは水曜日の朝から呆れていると嘆き、エンゼルスの何年にもわたる不適当さにもかかわらず、大谷の圧倒的な力を鑑みれば当然のようにこれは受け入れられなかったと指摘した、うん、また米メディアバースツールスポーツなどに執筆するジャレット・カラビス記者は、皮肉にも彼がほとんど野球を追っていないことを露呈していると指摘、ね、スティーブン・A・スミスが理由もなく翔平・大谷を嫌うのはもはや僕のお気に入りだよ、作家はそれに騙されたが今は素晴らしい外として評価できると、スミス氏の言動がもはやパフォーマンスであると皮肉っている。スミス氏にね、なんか罰金を重ねるのがいいんじゃないかな、やっぱりね、あるいは自分は出たがり屋だからって言ってそういうことで言えば俺のもうと取り上げれると、そういう人がいるんだよ何人もね、全くね、こっちらのねアメリカの申し訳ないですけどミシとも全く同じなんだよね。まあということで、スミス氏はね、罰金加算げる、私はそう思うね、わけのわかんないこと言い始めたらね。はい、続きましてこちら、2023年の MVP 翔平大谷、コリシーガがちょっと調子が良くなってきたんでちょっと心配になってきた。 MLB 猛追のライバルは PO 進出見込みも、はい、それでも大谷、米敏腕記者 MVP に揺るがぬ自信、うん、ヘイマン記者シーガーはとつてもない活躍をしていると思います、うん、エンゼルスの大谷翔平投手は19日、日本時間20日、
にロサンゼルス市内の病院で右肘靭帯の手術を受けた。今季はすでにプレーしないことが決まっているが、米記者たちの MVP 予想は揺るがないようだ。米ニューヨークポスト紙のジョエル・シャーマン記者と同紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が司会を務めるポッドキャスト番組ザ・ショーで議題に上がったア・リーグの MVP レース。シャーマン記者から最低でもコーリー・シーガーは2位になります、うん、1ヶ月前は大谷の MVP は確定という感じでしたが、シーガーは復帰後コンテンダーの一員として戦っています、うん、一方で大谷のエンゼルスはプレーオフ争いから離脱しました。シーガーが逆転で MVP を獲得する可能性は出てきましたかと問われたヘイマン記者はきっぱり言い切った。シーガーはとてつもない活躍をしていると思います。いい遊撃手ですし、おそらくリーグで一番の選手です、うん、打率は 1.340 近くをマークし、ホームランも30本、オプスは 1.000 を優に超えています。敵軍は彼のことを恐れています。素晴らしいですしアメージングですが、 MVP の可能性があるか分かりません。大谷が獲得するでしょう、うん、さらに私は MVP を選ぶとき、その選手がプレーオフ争いをしているか考慮します。シーガーの所属するチームはプレーオフに進出するでしょう。それでも満票ではないでしょうが大谷だと思います。投手としてもリーグで上位に入る選手です。そして未だにリーグトップのオプス、長打率、本塁打をマークしています。なのでおそらく大谷だと予想しますと説明した。はい、認知バイアス、直前の出来事の方が印象に残りやすいことや調子を上げてきたことを考慮して、シーガーに投票する人は出てくると思いますと懸念材料を挙げたが、ヘイマン記者もそれでも若い投票者を中心にほとんどの人がスタッツを見て判断するでしょう。最後の30試合を欠場しようが歴史的なシーズンなことには変わりません。ピッチャーとしてはリーグトップ5か6に入り、打者としてもトップ2に入る活躍です。歴史的なシーズンというには十分な数字ですと太鼓判を押した。はい、ということで、まあ、コーリー・シーガー、テキサス・レンジャーの彼がちょっと横から出てきて頑張ってはいるんですけれども、まあ、大谷さんは大丈夫だという話はしております。満票一ではないかもしれないけど OK だと言っておりますが、まあ、まだ9試合残ってますので何が起こるか分かりませんが、なんとも大谷さんの、MVP は変わらぬよう、よろしくお願いしたいなと。はい、ということで次参りましょう。はい、次はこれでございます。はい、これもね、ネビン監督もね、いろんなところから情報来て、まあ行きましょう、はい、ネビン監督、大谷翔平の右肘手術成功に彼にとって全てがうまくいった。水原通訳から大谷の状態を確認、うん、2023年9月20日日本時間21日、タンパベイレイズ3対8ロサンゼルスエンゼルスアットマークトロピカーナフィールド。試合前、大谷翔平29の手術成功についてネビン監督は直接大谷と会話したわけでないが、通訳の水原一平通訳を介して大谷の状態を確認することができたことを明かした、うんうん、okay. 試合はドゥルーリーの2本塁打5打点の活躍などで序盤からリードを取ったエンゼルスが、投手陣も猛打のレイズ打線を3点に抑え8対3で勝利を収め、連敗を6で止めた。ネビン監督、試合前コメント、ヒュー、大谷の手術を聞いてどのように感じたか。手術はうまくいった。翔平と直接話したわけでないが、一平を通して彼の様子を確認した。彼は元気だよ。彼は手術がうまくいった結果にとても満足していた。今は回復過程にある。さっきも言ったが、彼にとって全てがうまくいった。はい、ということで、今現在では回復過程にありますといういい言葉ですね。水原一平もね、ちゃんとしっかりこの
お話をね備えているようでございますけどね。ただまあ皆さんにもお話したと思うんですけど、大谷さんは今現在はエンジェルスのメンバーであるわけでありまして、で大谷さんはエンジェルスのところで投げていて負傷しましたので、肘のね、そうすると支払いの方もエンジェルスが払います。ですからすごい頭のいい考え方をネズベロと大谷さんでやられると思ったんですが、思っていますが、まあエンジェルスもまあそれではもういいんじゃないかと。だってエンジェルスだってお金払うというか、まあ多分インシュランスで、保険で出ると思うんですけど、まあそれはもう普通ですよね。はい、ということでございます。それでは続きまして最後になりましたけど、大谷さんのねどうかねなんかね、僕にはね 100%スマイルには見えないんですけどね、皆さんどう思われますかね。はい、行きましょう。はい、米大谷翔平トミー・ジョン手術は回避したが肘の手術を受ける、うん、ロサンゼルス・エンゼルスの二刀流先発投手である翔平大谷は8月23日に UCL 断裂と診断され、投手としてのシーズンを除外されて以来、うん、肘の手術の可能性をほのめかしていた。全体的な状況は大谷が必要とした手術がトミー・ジョン手術であるかどうかだった、うん、トミー・ジョンは靭帯断裂後に通常行われる UCL 再建術の一般名です。大谷は2018年にトミー・ジョン手術を受け、自身初の MVP シーズンとなる2021年までフルタイム投手として復帰することはなかったが、今シーズン2度目の優勝に向けて順調に進んでいる。大谷は髂脊損傷のため2023年シーズン残りも打者として復帰しないことが発表された直後の火曜日に手術を受けた。そしてニール・エル・アトラーシュ医師は声明の中で、大谷には靭帯の完全な再建は必要ないと説明した、うん、エル・アトラーチェ氏は代理人のネズ・バレロが発表した声明の中で、翔平との協議を経た最終的な計画は当面の問題を修復し、肘の寿命を延ばすために生存可能な組織を追加しながら健康な靭帯を所定の位置で強化することであったと述べた、うん、完全に回復すると予想しており、2024年の開幕日には何の制限もなく打てる準備ができており、2025年には投打の両方ができるようになるだろう。二度目の再建手術後に調子を取り戻した選手の歴史は非常に少ないため、大谷が二度目のトミー・ジョン手術を回避したことは確かに大きな勝利だ。ロサンゼルス・ドジャースのエース、ウォーカー・ビューラーは二度目の TJ 手術から回復するため、2023年の残り試合の出場を除外されたばかりだ、うん、それでもエル・アトラーチェは大谷が2024年に登板する可能性は低く、2025年のシーズン開始に向けて二刀流に戻ると発表した、うん、大谷がこのオフシーズンにフリーエージェントになるため、チームはこの種の最新情報を心配して待っていた。外科医によれば大谷と契約するということは2024年にエリート指名打者を獲得し、翌シーズンには満場一致で MVP 級の二刀流選手となる可能性を意味するという。このニュースが大谷の市場にどのような影響を与えるかはまだわからない。彼は一時5億ドルの契約を結ぶつもりだと信じられていた。うん、信じられていましたけど、そうなるでしょう。それ以上になると思いますけどね。まあみんなも楽しみしていただければと思っております。ただいつなるのかだね、それが頼みみんな待ちしておりますからね。そしてどの球団に行くのか、まあエンジェルスからドジャースだと私は思います。ただしこのゲームが全て終わらない限り、いろいろ話は、絶対に出ないと思います。それまでにはちゃんと私はエンジェルスの下にありますから、どこにも、まあもちろん大谷さんはできないけど、ネズ・ボレロはね、もうとにかくみんなとお話を、もう GM とね話をしてると思うんですよね。で他の GM がいろいろやっぱりね出してると思うんだけど、我々にはこう見せないんで、でも情報は来ると、まあMLB に来るので、その時は私もお皆さんにご報告できると思います。はい、ということでございます。はい、今日も話しましたけど、大谷エンジェルスはもう今日の残念ながら試合は負けました。ということで、
この情報ね、私は皆さん待っておりますけどね、昨日負けましたみたいですね、ドジャースはね。今日どうなるからね、これをまた見てみたいと思っております。はい、一応ね、私もドジャースもちょっとフォローしてし始めましたね、はい、ということで、はい、こちらはですね、ほとんど変わっておりません。同じですね。このシード、ここのね、1、2シードは変わってない。ここも1、2シードは変わってないけど、3、4、5、6、ここの6がね、前はあれだったんだけど、まあ、今現在はもうずっとこのテキサスレンジャーズで、ここにもケンタ・マイダのところですね。トゥインズですね。ミネソータ・トゥインズ。で、こちらも5番で入っております。トロント・ブルージェイズ、タンパ・ベイ・レイですね。今ちょうどエンジェルスと戦っております。はい、そしてこちらの方も、LA ドジャースとアトランタブレイズは変わっておりません。1、2、はい、3がこのブルワーズですね。6、5、アリゾナ・ダイモンドバック。あ、4がフィリーズ、5番アリ。で、6番が、セイヤさんのところも頑張ってますね。シカゴ・カブスでございますけどね。はい、ということで、今日は最後のゲームが終わりまして、明日はまた違うところに行くということになりますね。タンパベイからどこに行くのやらということを話してたら、ここですね。どこに行くのやらということは、明日休みですね。28日、はい、21日、22日、タンパベイ、はい、ここですね。そして22日がミネソタに行きますよ。でもこれたちもみんな入ってますからね。タンパベイにしてもミネソタにもやっぱり負けてられないのよね。そうじゃないとやっぱりね、どうなるやら。まあこれ3試合、その後にテキサスでございますけどね。まあ見放せないという感じですけどね。僕たちは負けても問題ないんですが、相手が負けるとやっぱりね、今ちょっとアップダウンが大変なことになりますからね。はい、ということで、ございました。でメンバーはもう皆様ご存知ように、ね、まあいろいろちょっとね追ってないんで申し訳ないんですけど、まあそのうちに最後に大谷さんが来た時はちょっと最後はね追いたいと思っております。はい、ということでこちらの方はあと残り19試合、消化試合は153試合、162試合、1年間で162試合あるので、153が引くと9試合残りでございます。勝ちは69、負けは84。それ以外のものはね、もう大谷さんが出てないので、ちょっと追えないですけど、RBI が95、アベレージ打率が304。はい。で、これも変わらないと思います。盗塁が20個。はい。で、これも 3.14 の、まあ、ERA も変わらないと思います。ということでございます。はい。それでは、続きまして、あ、そうですね。先ほど話しました、今日はね、メッセージ、残念ながら、いただいてないんですけど、まあ、いただいてというか、たくさんはないんですけど、1個だけね、このスマイルさんからいただいております。じゃあ、情報ちょっといきましょうか。スマイルさん。はい。はい、どうぞ。スマイルさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。スポニチアネックススポーツ日本新聞社の意見、エンゼルス大谷の手術はトミージョンでも保存療法でもない全く新しい術式。ベースボール&スポーツクリニック理事長、東工大野球部コーチ真水塚理事長の見解。球団リリースでは生存可能な組織を追加しながら、うん、適切な位置に健康な靭帯を強化すると説明している、うん、右肘の靭帯は完全に切れておらず、長くプレーするために補強したというように解釈できる。他の部位から腱、腱、お移植して修復を図った手術で間違いないだろうが、うん、肘より先の前腕にある長小筋を採取し、上腕骨と軟骨に作った穴の中に通す伝統的なトンネル型の1トミージョン TJ 手術ではなく、上腕骨と軟骨に直角に穴を開けてネジを締めて固定するようなドッキング型の TJ 手術でもない。に PRP 多血小板症注射による保存療法でもないだろう。3人工靭帯インターナルブレースとは説明されていないが、米国では人工靭帯にコラーゲンが配合されていて、生存可能な組織はそれを説明しているかもしれない。
今回はこれらに当てはまらない第4の手術をしている可能性がある。インターナルブレスって聞いたんだけど。近年研究が進んでいる解剖学的な新しい術式で、上腕骨と鞘骨に開ける穴の位置がより手首側になり、2回目以降の手術としては有効だ。穴は何度も開けることができない。これまでの説明によれば、18年に再建した右肘の靭帯は軽傷。長きにわたって活躍するために、今回痛めた右肘の靭帯は残して、新しい腱を上から補強したと見ていいだろう。おー、なるほど、そういうことなんだね。皆さん、いかがでしょうか。いや、僕にはね、ちょっとこれ非常にね、ドクターの話わかんないんですけど、まあ皆さんももしもうちょっとわかるようだったらまた説明ください。まあ先生が説明してる。でもね、私ね、先ほどのね、インターナルブレスって聞いてたんですけど、今度はそれでもないとおっしゃってるんだから、ちょっとね、話がわからなくなりましたけど、まあこういう情報も日本から来ております。スマイリさん、ありがとうございました。いやいやいや、よく見つけていただきましたね。このね、やっぱりね、スポニチアキネスの先生がね、スポ日本新聞の意見なんですけども、まあでもね、これはトミジャンではないんだけど、先生がちゃんと説明しているということでございます。はい、ということで今日のコーナーはこれにてさよならします。また明日ですね、違うところに行って、皆さんと、まあ健太前だと挨拶ね、え、大谷さんがいたら挨拶できるけど、できないね。その代わりではどうなんだろうね。水原一平を挨拶してるんだろうかね。それで今大谷さん今伝えましたからね、大谷さんは大丈夫です、元気だよって言って健太前田さんに言うのかね、あるいは電話で話すと、まあ何かがあるだろうね、電話でお話しするとか何かあるんだろうね、多分ね、分かりませんが、まあということでございましたね。はい、ということで今日もこれにてさよならさせていただきたいと思っております。はい、それでは皆さん、今日も見ていただきましてありがとうございました。初めての方はぜひコメントお願いします。コメントはこの YouTube の下の方に入れてくれるとピックして、たくらちゃんが読んでくれます。そして、チャンネル登録されてない方はお願いいたします。それでは See you later Alligator、 はい、 See you later Alligator、 はい、それでは皆さん、また明日お目にかかります。ありがとうございました。では失礼いたします。